ゃん。野菜の量半端ないやん。あかん。でこれなんと4キロだと。この体重が64キロだから7倍。20分で完食していただけたら金券をつけます。金券あるんだね、はい、これお金もらえるんですか。お金じゃないです。あ、金券ね、はい、金券がもらえる、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。お汁まで飲み干していただいて完食です。無理でしょ。よーい、スタート。飲んでます。さあ20分始まりました。ブローちゃんがいけるのか。これすごい。特別ルールで、まあ、ちょこっとだけ手伝いますぐらい。見てここ見て見て、ほら全然出てこーへん。全く麺が出てけへんや。野菜しか出てけへん。もう掘っても掘っても、あ、出てきた出てきた。今日これ麺なしにしてくれてるんですか。え、これは麺は1人前しか入ってないですか。そんなわけないですよ。そんなわけないですよ。ふざけじゃない。 2.5 やね。あ、2.5。でも絶対出てけへんやん。こんだけ2人で取ってる。絶対食べるぞ。待っとけ。ちょっと大輔さん、何立ち上がってるんですか。ちょっと、なんでなんですか。ちょっと。もう勝ち。ちゃうやん、手伝う言うたやん。なんでやねんよ。ちょっと、食べてよ。ちょっと、大ちゃん。手伝うてんか。あ、行ってもた。ちょっと大輔さんは、次のお仕事があるということで、行ってしまいました。やっと麺にたどり着いたけど、ほんまのこと言うたらたどり着かんといてほしかった。はい、麺タン麺のね、生姜醤油味がえします。もしこれね、悔しいんだけどね、うまいのね。このテーマ曲聞いてください。明日があるさ、言ってますか。明日はないか。これを少し味変えでここにちょっと入れてみます。よし、よいしょ。辛いのちょっとだけ入れて味変えしたら美味しいかな思ったら、辛いやないか。終了。前半の20分が終わりました。何やねん前半後半で。トータル今最初40分なんで。そうなんですね、はい。あ、で、あのチャンスタイムが20分が終わった。はい、そうです。なので残りの20分で完食していただいたら無料になります。もう20分で終了でいいです。頑張ってください。タイム押しときます。はい、タイム押された。いや、美味しいんやから。これみんなで食べるんやったら安いんじゃん。何人分？10人前ぐらいあるんで。4人前やったら安いんか。ちょっと言えることは、あの20分超えたら急に満腹感が増してきます。結構いけんちゃうかな思ってたけど、だんだん厳しくなってきた。これでも半分ぐらい行きましたかね。半分？まだ行ってない。どれぐらいですか。3分の1ぐらい。半分行ってるでしょ。いや、メインは半分ぐらい行ったんじゃん。姫路のグルメ王と言われたブドウちゃんが2キロ食べてんねんじゃん。あんたの体重2キロ落とすのって大変やろ。2キロ増えてんねんよ俺。終了。なんかこんなん言うたらええんかわからないですけど、意外と悔しさないですね。これはね、残さずにね、カメラマンのまいちゃんと一緒に全部食べますんで、メガトンタンメンを食べる伝説はちょっと失敗に終わりましたけど、もう二度とこういう企画はしませんので、大盛りチャレンジしたい方はあのここを姫路タンメンってチャレンジしてみてはどうでしょうか。20分以内で食べたら、無料になって、しかもタンメンが1杯無料
で、さらにもらえる。誰が欲しいねん。皆さんも、エルタメで行ってみてはいかがでしょうか。また、お会いしましょう。